おーおー11月17あわれに来ましたよ11月中旬過ぎてるのに半袖短パンですよ、えー、追い込んできますはい今日も行ってまいりました <laughs> えー 前回行ったのが11月10日、1週間後。ちゃんと行ってこれました。次回がね、土曜日に行くか、それを逃すと、ライブがあるっちゃあるからな。に土曜に行くか、日曜に行って、その後ライブ行くのか、もしくは26、火曜日だな。 火曜が濃厚です濃厚だい。そういうことですね。次回は9日後。えー、今日は、懸垂が6回、4回、4回3。3セット目で4回できるってことはね、2セット目に5回できたらって話だけど。<laughs> あんま頑張らなかかったのかな、まあ間にネガティブも入れてあれしました。っていうのと今日はなんかしょうもないエピソードあるかなあれだ僕がバーベルスクワットスミスマシンでやってる隣に同じスミスマシンであまあでね隣のスミスマシンで二十歳ぐらいの女の子2人がキャッキャ言ってえー、私は もともとあるバー。それが20キロかな ?10 キロか。忘れちゃった。バーは普通10キロか。20キロか。ま、あどっちでもいいや。もともとあるバー。バー、バーのみ。バーのみで、えー、浅ーく、スクワットやって。もう全然曲がってないぐらい。で、たまに5、5キロ、5キロつけたり。 だ、わ、私は、バーに、まあ男だからね。バーに15キロ、15キロつけてるから、30の50キロか、うん。バーは20キロだ、うん。で、やってて、隣がバー飲みでキャッキャやっててさ、しゃがみも浅いから、浅いし、あと、まあまあ、まあ女の子だから、まあ、とか初めてっぽいから、それがね、 一旦軽い限界かもしんないけど。で、限界っぽいならぽいで。えー、安全、安全バーじゃないけど、安全のとこにカチッってやった方がいいやつがあるわけで、スミスマシンは。それをやってないから、なんかでね、なんかの弾みで下手っちゃった場合、ガチャーンってなっちゃうから危ないなと思って、言おうかと思ったんだけど、まあ普通にね、危ないって意味でよ。 女の子にちょっかいを出すとかそんなんじゃなく。でもさ、ネットで見たことあんの。えー、まあ、ネットの文言で、女の子が筋トレしてると、えー、ガタガタ声をかけてくる。おじさんやら、まあ男でもいいや。うん。知ったかぶってという意味合いなんだろうけど。でも、今言ったさ、本当に危ないって意味では教えた方がいいんだろうけど、まあそんなネットの文言見,見たことあるもんだから。 シャバいと思って声かけるとナンパ目的だと思われてほっといたけどさまあ本当危ないよねまあ言ってみりゃ全体を見渡してるあのー、えーねっ監視員あのえー、ジムのねあのジムの人が言うべきだって話なんだけど、まあ、その人に言いに行くっていうのも何かを作ってるみたいでなんかやじゃんだから私はただほっといたけどさ あそういうこと。安全、安全の、なんかあれを、やってなくて。教えたかったけど。やめた。で、これもね、ほんとちゃんと考えるとさ、隣にいるその知らない奴がおお、男とかおじさんだと、そんな気は一ミリも起こんないんだよ。ほんとに変な話。だから、やっぱどっか、ねえ、えー、なんだ。 えー、どっかいやらしさもあるんだろうなと思うと、そんなんで行動するのも恥ずかしいと思ってやめました。<laughs> 言いながら隣で、だから何も声はかけないけど、これまた、一人でただ、しゃがんだり、立ち上がったりするより、ね、隣はバーのみでちょっとひーこらえってる。私、15キロ両方つくで、50キロでやってる。かっこいいやろっつって、ちょっと頑張っちゃってる自分がいるのね。 情けないね。情けなくはないか。これが人、人間なのか <laughs> 隣がじいさんだったら何も力でないのに、若い女二人がいると。別にこっちも見てはいないんだろうけど、まあ、四角には入ってくるぐらいで。変に頑張っちゃう自分がいる。可愛いいじゃない。そういう人間。私。<laughs> そういうこと。えー。 まあ、ね、導入でも言ったけど、今日、半袖短パンで行けたよ。11月17日。もう中旬よ。暑かった。今もちょっと、エアコン、ドライ入れてるし。うん。まあまあ。<laughs> 久々に短パンで行って。短パン好きなので、良かったですね。という話だ。最下ー うん。力そうでしょう。